こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。イエーイ。今日はね、美人さんと一緒にですね、いつも恒例のですね、鴻上さんでございます。鴻上さん、今日はどちらの方に来ているんですかね。今日は八島に住む伝説の美魔女クニコが住む八島ベルサイユ宮殿の方に来ています。イエーイ。実はね、こちらハイパーナイフっていうね、なんか新しいね、脂肪を取るっていうような、その素晴らしい機材が入ったので体験をしに来たんですけれども、なんとちょっとね、男性なので、女性がいいだろうということで鴻上さんに白羽の矢が当たりました。はい、ちょっとね、この辺り玄関口なんですけれども、ちょっと見てみましょう。なんか素敵な絵画がありますよね。すごいですね。やっぱりね、なんかすごい美魔女が住むような館でございますね。この化粧品も、はい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 、もうこれも塗るだけでなんかめっちゃ若返るらしい。あ、そうなんですか。結構高いらしいです、進んでくれますか。いいですか、行きましょうか。はい、おー、美魔女の溝渕さん、こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。なんかね、今日はハイパーナイフっていうのをちょっと、体験したいということで参りましたけれども、ちょっとどんなものか説明していただけますか。ハイパーナイフっていう機械なんです。はい。で、まあ、みんな総身が痩せたいっていうので来るんですけど。何ですかそれ。これ3キロの脂肪です。3キロ。めっちゃ痩せたい痩せたい、取ってこれこの辺についてるんです。それ取ったらって、で、まあこれを取るみたいな。それ3キロあるんですか。3キロです、こんなものが我々についてるわけ。そう。まあね、それぞれ量は違うんやけど、1キロ痩せるに7200カロリー必要っていう、だから3キロ通ろうと思ったら毎日歩いて大体7000歩ぐらい歩いて4ヶ月ぐらいかかる、それをもうちょっと速いスピードで痩せさしましょうっていう、それはやりたい、ちょっと今日は3キロ痩せませんよ。あ、そうなん。急には3ヶ月ぐらい年齢によっても痩せるスピードも違うし、やっぱりちょっと運動してもらったら痩せるスピードが速くなる。あ、代謝も良くなるんですね。そう、多分ね。だからハイパーナイフを受けた後2時間ぐらいはすごい代謝がいいから、その時に運動したらいい。その時に食べたら太る。いやー、もう食べるのを辛抱して運動してもらったら一番効果的です、すごいね。じゃあちょっと体験をですね、しながらですね、どんなものか見たいと思いますので、めっちゃワクワクする。じゃあやってみましょうか。やってみましょうかね。はい、じゃあ上向きで寝ていただけますか。ちょっと僕が本来その間にですね、ハイパーナイフどんなものかですね、ちょっとこう映しておきたいと思いますね。すごいな、この機械。へぇー。はぁ、ハイパーナイフ。あ、ほんまや、書いてるわ。この前なんかテレビの番組で出たんですけど。ちょこっとこの辺映しておきますね。はい、はい。あら、僕の言霊のロゴストロンがあるじゃないですか。ます。あ、これね、周波数が出て非常にね、この場が良くなってますよね。はい、そうこうしているうちに、なんか準備が整ってきてますね。今日は、鴻上さんが腕を細くしたいということで、二度腕をやります。あ、腕もできるわけですね。はい、まあ、いろんな部位ができるんですか。そう、足もできるし、みんな痩せたいだ、お腹とか腕とか背中、腰とかね、はで顔とかもできます。顔を小顔にするとか、いつもはこう下向きに腕するんですけど、今日はね、分かりやすくね、はい、ちょっとモデルさんになってもらいましたんで、はい、でまずちょっと、ジェルを塗るんです。ジェルどんなんですか、ちょっと見せてもらえますか。こんなジェルです。ああ、こういうのはね、はい、高周波なので、それがまあ、なんていう、流れやすくするようなジェルをやって塗って、その上にハイパーナイフをかけていきます。
これ冷たい？このジェルって、うん、なんかね、ぬるっとして気持ちがいい。あ、ぬるってしてんの。でこれ自体にも、うん、痩せる効果もあります。引き締める効果があるんで、今ハイパーナイフにスイッチを入れました。はいはい、こんな感じでボディ用に入れて、はい、こうスイッチ入れる、はい、でこれが温度調節なんです。で最初まあ20ぐらいから始めて、ぼちぼち、これあ、これは何ですか、こう赤くなってここに、ね、温度があれですか。そうそう、でこれ LED なんです、赤の LED、はいはい、で顔用は青の LED が出てる。で青の LED はニキビとかが取れるというか、ニキビの予防みたいな感じで、でまあこう痩せる効果の高い赤の LED が出てます。これ温度が、その先の温度が今なんか調整してる。そうそうそう、これでだんだん変わるね。こうやって当てたら結構あったかいです。あったかいぐらいね、うんうん、で大体これが42度ぐらいまで上がるんです、うん、お風呂の温度が42度で、はいはい、でお風呂に入った時は表面だけが42度やけど、このスーパーナイフをしたら、うん、表面から5センチぐらいまで42度になりますっていう、うん、あったかいやろ。でぼちぼち温度を上げていくんですけど、うん、こうして、うん、でこれね、まあ、香川県はあんまりまだ知らないんですけど、東京行ったら女優さんが体型維持に使ったりとか、そうサッカーのスポーツ選手のチームがここに所属して運動する前にハイパーナイフをかける。だから それによって筋肉が柔らかくなるし、温度が高くなるから、で怪我の予防になるっていうのですごい人気があるんです。あ、うん、だからまあいらない脂肪とかリンパ液も流すし、筋肉が柔らかくなるので、なんていうか腰痛とか肩こりとか、それから足のむくみとかだるさとか、そういうものが取れていくっていうものなんです。あ、じゃあそういうふうに当てることによって、うん、腕のリンパの流れが良くなったり、そう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 、筋肉も柔らかくなったりしてるわけですね、うん、そうですね。大体もう1箇所10分10分してくれるわけですか、うん、もう10分以上する必要がないっていう、そのぐらい効果があるっていう。じゃあ短時間である程度効果があるんですね。そうそうそうです、うん、まだこれね温度が低いんで、うん、これ溶けてないんで、これ全部溶けるんです。あ、そうなんや。温度が低かったらやっぱ溶けてないんで、うん、ぼちぼち上げんと、うん、びっくりしたらいかんので、ぼちぼち上げていくみたいな。あ、うん、まあ、そういう意味でも10分っていうのが割とそういう時間なんですね、うん、そうそうそう。でもちょっと今裏側はしないんですけど、いつもこの腕の、うん、体験ですのでね、そう、腕の表側も裏側も全部かけていきますから、うんうん、でコースとしては、うん、今上半身コース言って、お腹と背中と二の腕のコース、うん、はい、でそれから、足のコースは足の、後面と前面とのコース、でそれから顔とデコルテのコースと3つに分かれてまして、一応1回の施術1万5000円のを、まあ、今日見られた方には9000円で施術します。おー、ラッキー。特別にロハスムラ TV の人は見ましたって言ったらいいですか。そうです、そうです、見ましたって言ってくれたら9000円で出させていただきます。顔は本当にしっかり小顔になりますから。顔したら小顔になるんですか。なります。それなんで、やっぱり流れが良くなるから。流れも良くなるし、やっぱり引き上げ効果もあるし、顔もするけど、うん、デコルテもするから、やっぱ顔にくっついてる筋肉、デコルテとかヘッドとかをマッサージしたら、うんうん、まあ、引き上げ効果があって上がってくるところに、この温度を出すことによって効果が、脂肪も取れる、セル脂肪が取れるっていうので、こんな感じでやらせていただいてます。ちょっと小顔はすごい気になりますね。そうですね、気になりますね。で、ちょっと機械が違うんやけど、はい、顔用はどうなんですか、うん、この小さい機械。あ、小さいやつね、うん、ちょっと小さい、うん、この機械で、こういう青色になる。あ、ちょっと見せてください。青ですね。そう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 、赤って言ったの青なるようなのはこの青ですね。そうそうそう。あ、毛穴が粗いのが閉じるとか、ニキビとか寄ったやつね、今そういうのに効果的で、まあ、殺菌効果みたいなのがあるんで、そういうので、だからまあ首筋とか、うん、まあ、顔とか、うん、まあ、このちっちゃい方を使って、うん、そういうので、ちょっとね、今のだったら大きすぎますよね。そうそう
そう顔にはね、うんうんうん、まあ一回してもらったら効果って今よくわかると思うんですけど、やっぱり顔の方が効果がわかりやすいですか？いや、どこもわかります。あ、どこもわかりますか、うんうん、でそれをちょっとあのほら、まあ、見てもわからんかったりかんので写真を撮ってあげる、体の先に写真を撮って施術して、うん、終わったらもう一回写真撮るんや、うん、ほんなら痩せてるなって比べたら分かるし、人によったら施術してる時に、うん、あもう痩せたって分かる人もおるし、それはすごいです。そうですか。なんかこの夏ね、うん、もう水着を着る機会とかね、若い方だったらねあるから、もう即ね、なんかこう分かるものがいいですよね。そう、うん、これも一緒でこんな感じで、まあ、あ、まあこれが顔としたらですね、そう、うん、だからちょっとこう引き上げるような感じでこういうふうに持ち上げながら、でもこう温度があるから均一の、あの、なんていうの、押し加減は均一に流して左手でこう、はい、引き締めていく、右手は流すだけみたいな。で結構こうしたらね、脂肪がね、うん、プチって言うんです。え、プチって言うの、うん、脂肪があるの分かるんですか？分かります。で、ちょっとこうつぶしてやるみたいな、あ、そうなの、うん、まあ、この辺は少ないけど、脇の下とか行ったらもうみんな脂肪固まってるから、それをつぶしながらみたいな。あの脇の下やられた痛いやつ、そうあれがそうなん。そうです。で、プチ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 って言う、プチプチ怖いな、まあそんな感じで、こんな感じでやってます。あ、分かりました。だからまあ効果が早いという意味で、やっぱり期待される方多いし、ぜひ来てもらったので、やっぱりヘルニアで腰が痛いとかいう方も来たら、やっぱりあの痛みとかも取れますし、それとか足のむくみとかも取れますし、そういう意味で効果が高いです。こんな感じでございます。分かりました。それでは鴻上さん、どうだったですか？こうもうちょっとの間の体験だったんですけれども、なんかあったかくてポカポカして、なんか肩こりとかに効きそうな感じがします。あの脂肪も抜いたらいいですよね。なんかプチプチって脂肪が抜いてあるような気がします。プチ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 。はい、今日はこういうことでね、ちょっとこうはい、それではもう締めくくりたいと思います。はい、ね、今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、それではまたね、ぜひね、こちら来ていただいた割引もね、先ほど申し上げたような形でロハス村行ってくれたら行けますので、あ、そうそう、場所行ってなかったですね。あ、そうですね。はい、あの八島西町のパワーシティ、ご存知かな、パワーシティと只野鉄工の間を、間にこう上の方見たら電柱看板がありますから、はい、それにあのレインボーの、あの看板やから、それを見たらうちのサロンに来れるようになってまして、はい、パワーシティの南側の道を東に行って、はい、2つ目の、カーブミラーを右に曲がるで、サロンまで一応レインボーカラーがついてますので、それを見ながら来ていただいたら。わかりました。じゃあリンクも貼っときますからね。はい、はい、ありがとうございます。それではさようなら。